はいどうもみなさん、こんにちは。勇敢陣内6月7日号でございます。えー、今日はですね、プレミアム放送は、ファンタジーランド狂気と幻想のアメリカ500年史上下巻の本なんですけど、まあ、この上下巻の本を1回の放送で、えー、70分ぐらいかな、ということで解説しております。カート・アンダーセンさん、えー 2019年東洋経済新報社から出てる本で、まあ、あの、なんだろう、この本はね、えっと、なんだろうな、要は、この11月にさ、そのアメリカがね、大統領選があるでしょ。で、そのトランプが有罪判決になったけれども、トランプって多分そういうことがあればあるほど支持者は熱狂的に支持するんで。 えー、なんか、もし虎ほぼ虎と今言われてる状況で、えー、またそのバイデンもバイデンできついなって感じがあって、なんか多分まあアメリカってね、その、もう内戦状態にあるんじゃないかっていう人もいて、えー、っと、アメリカは内戦に向かうのかっていう本を、えー、最近読みましたけども、なかなかきついぞと。で、じゃあこの事態って、その、 降って湧いたような状況かというと案外ねそうでもないんだよ。でまあまさにこの500年史ってあるけどねアメリカってね結構ねその建国以来実はそのねあのー、何者かが外部から私たちを破壊しようとしているというそのパラノイアというかまあパラノイア合衆国っていうまたもうちょっとお堅い本があったりするんですけど。 なんかアメリカって実はねすごくね陰謀とかそういったものにあの弱いというのかねそういうのに親和性が高い国なんですよでそれはその建国の歴史と実は関係しててって話でだからそ,の、ね、それが良性に出れば実はアメリカってすごい未来を変えていく力があるんだけど悪性のそういうものって結局幻想であり妄想でありそして時にはやっぱこう 他者をね迫害ししたたりりとかか差別したりするるっていう状況にもつながるからちょっとアメリカってほんと両面あるよねって話であのすごく僕はこの本面白かったんでまあよろしければあの今現代のアメリカにつながるその現代のまあアメリカを知るヒントがいっぱいあるなっていうえ本なのでよろしければえ概要欄にプレミアム放送のリンクを載せてますのでえご了承くださいと。 でね、あともう一個が、その、これね、最近、僕、その YouTube にね、時々コメントくださる方、えー、コメントね、いただくんですよね。で、全部読ませていただいてるんですけど、あの、 以前はね、時々そのコメントに返す回みたいな放送をしてたんだけど、なんか、なんかね、こう、新しい、こう、あのー、ラインナップになってから、なかなかそれが差し挟めるタイミングがなくて、ね、コメントに返せてなくて、本当申し訳ない、心苦しい。ただまあ、全部届いてますし、読ませていただいてます。で、コメントは本当に励ま、励みになります。で、まあ、よりその、人内ゼミのさ、その、フォームとか、 あーで別に質問以外にも感想を送って、まあ、どんな形でもあのフィードバックいただけることは非常に嬉しいんであのただその明確に回答が欲しいえー、っとことであればあぜひ陣内ゼミのフォームだったりとかで送っていただいた方がちょっとあのコメントで僕 返すってのが、もうそれやり始めるとちょっと SNS 化しちゃうので、の僕ちょっと SNS にはこう、 立ち入らないことにしてるので、あの、そうそうそう。YouTube とはいえ、コメント欄が SNS 化するっていうのはちょっと僕は、まあ、閉じてるわけではないんだけど、コメントをね。まあ、そんな感じで、申し訳ないなと。で、そんな中、えっとね、キャンセルカルチャーの第2回の放送に、その、ご指摘いただいたのがあって、で、それを、えっと、僕は、 あの、お相悲と訂正という形で、先週か先々週ぐらいの放送で、こういうコメントなんですよね。えっと、お久しぶりです。毎日更新ありがとうございます。とても、今回もとても学びになりました。ただ一点気になってしまったんですが、アダルトチルドレンは精神疾患ではありません。私は AC の回復のためのミーティングを行っていますが、そこへ来る方々も病気と間違えられ、間違われている方が多いんですと。でも AC は診断名ではないのですよ。また動画配信楽しみに待ってますという。で、僕なんかね、も あのアダルト・チルドレンを精神疾患と言ったらしいんだけど <laughs> だ僕に本当にありがちで無意識に事実誤認してたりとか間違ったこと言ってたりで、まあ、この,、ね、あのコメント読んであのアダルト・チルドレンを僕は精神疾患だとあの思ってないからえっとなんだろうそうそうそうだからえっと多分言ったんだよでもだからその辺がちゃんと 思ってなかったっていうか、何て言うのかねその、すごい、まあだから本当いい加減な理解っていうか、本当におっしゃる通り、本当にお詫びして訂正します以外何でもないんですけど、まあそんなかな、うん、そうそうそう、アダルトチルドレンっていうのはね、あの、そうそう、精神疾患ではないですよね、おっしゃる通り。そうそうそう。で、 いやなんか精神疾患と思われてるけどそうではないやつとか、精神疾患と思われてないけど実はそうとかっていうのは、やっぱりそのカテゴリーの錯誤を引き起こし、で、それがその差別や偏見につながることもあるので、本当に、あのー、ね、現に慎まないとなというか、あの発言にはね。 ただまあ僕のそのいい加減なことがあるのであのー、僕の言うことは大抵間違ってるなと思いながら聞いていただけたら嬉しいですしまた間違ってるあ明確にね、まあ、僕が事実誤認してるなっていうことがあったら是非あのこのように親切に教えていただけたら嬉しいなといさっきのそのえっと精神疾患と思われてないけど、えっと、実はそうだっていうので 当事者が困ってる。今で言うと代表は、あれですよ。ギャンブル依存症だよね。だからそのン、ギャンブル依存症をに関してさ、その、水原さんでよかったっけあの、ね、あの、大谷さんの通訳の人についての、なんかテレビに出ている、そのコメンテーターとかは、ほとんどギャンブル依存症を精神疾患と認識してない節があるんだよね。 つまり、これは彼の意志が弱いんだとか、彼がずるい人間だとか、彼が嘘つきだみたいなコメントが平気でなされてるらしいんだけど、あの、あの、ギャンブル依存症って、において嘘って、その症状の一つなんですよ。アルコール依存もそうなんですけど、だから、それって自分の意志ではどうしようもならないから、なんつうのかな、なんか、そうそうそう、その、 疾患だから、しかもね。だから誰にでもなり得るっていう、それをその個人の人格攻撃みたいに今んとこなってて、それはやっぱりその疾病だっていう意識があまりにも薄すぎて、っていうことをビデオニュースで、えっと、先、先週ぐらいにそのギャンブル依存症の家族を その救済する活動をされている元ギャンブル依存症だった方が力説してて本当そうだよなみたいなのがあったりとか。 あとはそのトランスジェンダーとかもさ、で、あの本人がその女性だと思いたいから思ってるとかさ、男性、体の男性なのにね。で、それもカテゴリーの錯誤で、本人は自分が男性でストレートだったらどんだけ良かったと思ってるか、本当に当事者に話聞いていただきたいんですけど、で、そういうのをその自分のわがままで性別が変えられるとかっていうのはもう本当誤解というか事実誤認に基づくなの。 ことなので、だから何が言いたいかというと、こういったその疾病周りとかのことに関しては、えー、ね、カテゴリーの錯誤を起こさないように話すっていうのが、とても大切で、僕はそれができていなかったので、えー、まあ、お詫びをして訂正をいたしますと。そして、また、我、僕はこれからも間違うと思いますから、ぜひその時には教えてくださいと。そんな感じかな。 じゃあ今日のニュースは2つございまして、一、えー、つ目はね、こちらですね。6月5日の読売新聞オンライン。えー、東京の合計特殊出生率が初の1割。続く一極集中に生活コスト、えー、生活コスト高。少子化と人口減少が加速と。厚生労働省は5日、2023年の日本人の人口動態統計を発表した。 1> 1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は1947年以降過去最低の1.20で8年連続で低下した人口の一極集中が進む東京都は0.99と1を割り込んだ、えー、出生数も過去最小の72万7277人だった、えー、婚姻数が90年ぶりに50万組を 下回った。ほか、90年って、90年前は1934年 ?1934 年が50万組だ。まあ、その時も母数がそもそも違うから、比較にもならないよね。で、ほか、えー、初産が遅い晩餐か も進んでおり、少子化と人口減少が加速している。えー、合計特殊出生率は2005年に1.26まで落ち込み、15年に1.45まで持ち直した後に再び、えー、下落と、えー。23年は、あそっか、2005年にこんだけ落ち込んでたんだね、逆に言うとね。で、23年は、 えー、都道全都道府県で前年よりも低下し、全体では前年を0.06ポイント下回った、えー。都道府県別で最も高かったのは沖縄県1.60で、宮崎県1.49、長崎県1.49が続いた、えー。東京都のほか北海道1.06、宮城県1.07も低かった。東京都の合計特殊出生率は、 えー、2003年に0.9987となったが、厚労省は少数点以下第3位を死者誤入して発表しており、当時は1.00と発表された。2023年は0.9907で公式発表としては初めて1を下回ったと。えー、総務省によると、 昨年東京都に転入した20代の女性は112,990人で、転出よりも43,552人多かった、えー。東京は生活コストの高さなどから出生率が低い傾向があり、地方からの若い女性の東京流入が、えー、日本全体の少子化に拍車をかける構造となっている。えー、婚姻数は前年より えー、3万213組少ない47万4717組で50万組をしか回るのは1933年、えー、48万6058組以来、えー、平均初婚年齢は夫31.1歳妻29.7歳で前年と同じだったが、えー、第一子出生時の、えー、出生時の母親の平均年齢は31.0歳で前年の30.9歳から2年ぶりに上昇した 晩産化に加え、価値観の多様化で、結婚後も子供を持たない選択をする夫婦が増えたことなどが影響していると見られている。えー、昨年1年間に生まれた子供の数、出生数は、1899年の統計開始以降、最小となる72万27277人。前年比4万3482人減。 で、8年連続で減少。えー、死亡数は過去最多の157万、えー、5936人だった、えー。出生数が死亡数を下回る自然減は17年連続で、昨年は84万8659人と過去最大の減少幅だった。合計特殊出生率、えー、というのは、えー、15から49歳の年齢別 人口と出生数のデータをもとに一人の女性が、えー、生涯に、平均、何人の子供を産むかを算出した数値で、少子化の、えー、状況を示す、えー、指標の一つ。日本で人口を維持するために必要な出生数は、えー、2.07程度とされるという記事なんですけども。<laughs> まあね。これはまあ、なんていうか、まあ今更驚かないし。 なんか、あの、まあ、そらそうだろうなっていう感じでしかないんですけど、あのー、いくつかあるかな、でも。だから、あのさ、まず、その、異次元の少子化対策みたいなのが、ちょっと、滑ってるというか、あの、ね、いろんな人が言うように、やっぱりこう、シンクってないっていうところはあるでしょう。 だから自民党はね、批判すべ、されるべきでしょう。責任持ってそれをやってるわけだから。っていうのもあるんだけど、その、本当に構造的な問題もあって、あのー、なんだったかな、あのね、去年のね、ノーベル経済学賞が、えー、の受賞、 された方が女性の経済学者で、でね、なんか女はなんで収入が低いのかみたいな本を書いてるのよ。で、それ僕今年に入って読んだんですけど、要はね、これって結構、あの、 重要な,なんでも、もうちょっとマクロに取られたときに、女性が高学歴化すると必ず出生、出生率はね、差があるんですよ。もうこれはでも、あの、普遍的な現象で、どんな国でもどんな文化でも同じ。イスラム圏ですらそうらしいんですよね。女性が大学に行くと、えー、と、晩婚化するし、晩散化するし、出生数は下がるっていうのがあるんですよ。で、 それはその生き方の多様化ってことであるし、僕はなんかそれが悪いこととも言えないと思っており、あとなんだったらもう大前提で言うと、そのなんか別に人口ってそんな増えなきゃダメなのかなみたいなのもあって、まあもちろんすごい青筋立てて、いやいやそんなことしたら日本が消えてしまって中国の領土になってしまうではないかみたいな人はいるでしょう。いるんだが、 なんつーのかななんか僕はそのあんまこう天下国家みたいなものというか、国みたいなそのくくりをそんなにちゃんと信じてなくて、なんつーのかな信用してないというかそもそも。割と国ってのは相対的なものだと思ってるし、紙切れ一枚だとも思ってるし、国のために人がいるんではなくて、人のために国があると思ってるんで。だからなんかその人が幸せなら何でもいいと思ってるわけよ。うん。その出生率がどうなろうが。 うん、ただ、えー、と一方で出生率っていうのは一つの指標でもあるんです。でその指標っていうのはいろんなファクターがあるんだが一つはその我々は将来うんと良くなっていくだろうという明るい展望を持っているかどうかの尺度でもあるのね。 だから、この出生率が東京で1を切り、日本全体で1.2になったということは、まあ、日本人が割と将来に絶望してるってことでもあるのね。で、あの、それは皆さんの実感とも多分合致するでしょうし、ね、この世の中に新しい命を生むことが果たして、なんていうかな、そうそうそう。 あのいいことなんだろうかみたいなことは考えちゃうかもしれないよね。うん、特に若い人であればあるほどね。でそれはすごく嘆かわしい状況で。でそれはなんていうの構造的なものでも普遍的なものでもなくやっぱこの日本という国がもちろんその大きな歴史の流れとかはあるよ。そういう影響はもちろんあるんだけどそれでもやっぱりもっと明るい未来を描くよう描けるような国。 になる可能性もあったとは思うから、どこかの時点では。で、それで言うとね、あのね、韓国ってほんとすごくて、その、その、えっ、ー、と、出生率がね、確か0.7とかなんじゃなかった、韓国って。だから、ちょっとね、 すごいのよ。もちろん、その少子高齢化の最先進国が日本であることは変わらないんですよ。だけど、出生率だけに限定して言えば、韓国は日本に和をかけてひどくて。で、それは、その韓国って、やっぱね、あの、専門家の方もね、ビデオニュースとかで言ってたけど、やっぱり日本に和をかけて明るい未来が描けない国なんですよ。で、それはその、ソウル一極集中だったりとか、財閥一極集中だったりとか、その、なんだっけ、 えっと、財政破綻をした後 IMF が介入して韓国経済って本当にあの指標としてはうまくいってるように見えるが実はすごい多様性があんまなくて本当になんかねきついもの人生が超ハードモードなんですってで日本にいる我々も人生超ハードモードだなって思ってると思うのよそ40代以下の方は特にだけど韓国ってそれをさらに一段階 なんか、ルナティックモードみたいな。もう、いや、この世界で生きていけないっしょ、みたいな感じらしいんだよね。で、それが0.7という数字に現れてるんだ、みたいなのを、その、韓国人の方で、日本で大学の教授をされてる方がビデオニュースで解説されてましたね。だから、日本が、やっぱりその、明るい未来描きづらい国になってる論とかがあって。で、えっとね、もう一個はね、あのね、 やっぱり、その国の政策は完全に失敗してると思うのは、あれなんだよ、あの、そのね、なんだろ、なんでもかんでも北欧がいいみたいな風潮には僕はそこまでは思わないけど、それでも、えっと、ヨーロッパ、 あのそのアメリカはちょっとね、あの、得意点なんで、ハズレ値だから、あまま比較しない方がいいんですね。アメリカはそのとにかくすごく移民が多いから。からアメリカの全体の出生率をあの底上げしているのはアングロサクソンではなくて、えー、その南米系だったりとかアジア系、アフリカ系なんで、だからなん、えっ、ー、とアフ、えー、アメリカの出生率を先進国の割に出生率高いとか思わない方がいいんですよ。 じゃあ比較すべきはドイツやイギリスや、えー、ヨーロッパの諸国なわけですよね。でそうするとヨーロッパの諸国は軒並みもちろん下がっているんだが日本ほどは下がってない国もいくつかあってそういう国々は、えー、とこれが原因なんじゃないかって言われるいくつかのことがあるのね。でフランスなんかだとあれなんですよそのじ、えー、といわゆるこう結婚しなくても子供産んだ子供に。 要は婚外子、ね、ってのをすごく認めるっていう制度を作ってちょっと出生率上がったよとかがあったりするらしいです。であとはやっぱその教育費と医療費の無償化と大学無償化のこの3点セットをやっぱりやってる国は強いですよね。北欧諸国あるいはドイツっていう国で。国々ね、でじゃあもう1個があって実はねすごい指標があってね。 僕もびっくりしたんですけどあのビデオニュースで神保さんが先々週ぐらい言ってたのがなんかねあの社会保障費ってあるじゃないですかその収入に対して我々がその介護保険費だね年金だ、えー、医療費だみたいな形でねその社会保障費って形で税金として我々が納めるものの割合ってのが日本ってもうね47%とか5割に迫るようになってるんですって。 でそれが今70年代とかそれが20%か25%だったのが今5割ぐらいつまり我々が稼いだお金の半分は日本の社会保障を支えるために使われてるってことね税金とかいろんな形ででこれ社会保障費が5割を超えてる国って世界にはあんまり多くはなくて例えばスウェーデンとかノルウェーとかドイツとかが結構そうらしいんですけどそれらの国って軒並み 医療費の無償化と大学の無償化やってるらしいんですよ。日本だけがこんなに社会保障費が高いのに大学の無償化ができてないんですよ。これはいかなることかっていうのはすごく考えなきゃいけなくて、おそらくやっぱりそのブルシットジョブ問題じゃないけど、どっかに消えてんですよね。我々の財産が。 で、これはやっぱ構造的問題なんで、やっぱ日本の失策あるいは無策あるいは悪手っていうのを繰り返してきたっていうことなんで、やっぱこう、今の政治っていうのは、ちょっと国民が審判を下さないといけないんじゃないですかと僕は、僕なんかは思っちゃうかなうん。でね、あとね、もう二つぐらいですか。あと一個は、その東京が特に低いっていうのはもうずっとそうなわけ。今に始まったこと。 じゃないで、今回、その1を切ったからすごく目立ってんだけど、ずっと東京は、あの、群を抜いて低いんですよ。で、それはよく、ま、あここに書かれてるように、生活費が高いとかね、あるいはその東京に出てきた、えっと、若い女性は、えっと、晩婚化するみたいなことが、ここでもちょっと指摘されてたけど、実はね、なんかね、もうちょっと大きな問題な気がしてて、大きなっていうか、もうちょっと素朴な問題もあるなと思ってて、あのね、これは、 なんかね東京の養老孟さんがいつだか言ってたんだけど日本で出生率がまだ高いところって軒並み田舎なんですよ。えっと、まあ沖縄が高いってのはあるよね。でさっき長崎とか,か鹿児島とかが出てきたじゃないですか。で北海道をどう考えるかはまた分かんないんだけど、まあ、北海道はまたその札幌というのがやっぱ大きいかなとかいろいろあると思うけどとにかくその確か高知とかも高いんじゃなかったかなまだ。でだから、えっと、田舎に 田舎で、はは出出数数がが高くく都会で低なえっと、それはその、おそらく都会だと、そのキャリア、ね、バリキャリーみたいな女性の数も多くなるでしょうし、みたいなことはあるでしょう。で、だけどね、もう一個あって、だかね、東京の中で、市区町村ごとにもう一回細かく分けて、出生率を算出すると、圧倒的に高い。 圧倒的かあ、えっとね、比較的高い地域と圧倒的に低い地域に分かれるんですよ。東京の中でも。じゃあ、比較的高い <laughs>、えっと、地域ってどういうところかというと、ろか、えっと、い、い、いな、いな、いなげしいなげ市とか、いなぎか、いなぎとか、えっとね、あと、サバエってとことか、 ふっさ、ふっさはちの八、八王子とか。かいわゆるその東京の中でもその小さな自治体で子育て支援頑張ってる自治体があって、そういったところは割と高くなってるわけ。えー、で、えっと、一番低いのが港区と中央区なんですよ。ダントツで低いらしいの東京の中でも。で、これが一体何を意味するのかっていうことを、えー、養老さんに言ってて、結局、子供ってね、自然なんですよ。 子供と自然の共通点って人間がコントロールできないっていうことと予測不能だってことなんですよ。明日雨になるかどうか予測不能な,なところが自然なわけですよね。で、子供が今日泣き出すかどうかっていうのは自然なわけじゃないですか。で、都会っていうのはその定義からして自然を排除することによって成り立つのが都会だと。で、都会の 暗黙のルールは何かというと、ああすればこうなるというシステムなんだと。で、このシステムに従えないものは都会にはあんまりいることができない。だから都会には野生動物もいないし、雑草も生えてないし、子供も当然減るっていう見方を養老さんがしてて、なんかすごく妙に納得した記憶があるのね。で、あのね、東京に住んでると本当に僕自身がね、あの、今子供二人いますけど、 えっとおそらくだけど僕その東京じゃないな例えば愛知県蒲郡市とか、えー、まあ北海道だったりとか九州だったりとか四国わかんないですけどそういう地域に、うん、岡山県なのかそういう地域に住んでたら僕と妻はおそらく3人か4人の子ど、えー、うをまあそれは授かるものであって作るものっていうのは違うんだけど 3人か4人の子供を十分考えていた気がする、うん、そういう家族像がなかったわけではない、うん、でじゃ,じゃあなんで東京で2人になるかっていうとお金の問題ではないんですよでそれはお金に余裕があるって言ってんじゃないよあの僕がもう一人子供を育てるってなるともう一個仕事を増やさなきゃいけないだからお金の問題でお金があるからお金の問題がじゃないって言ってるわけではなくて僕はそのあの 神様が子供をくださるってことは、必ずそれに必要なものを与えてくださるという信仰を持っているので、その信仰に従って、二人目授かったときに、陣内義塾っていう私塾を立ち上げて、今何とか養えてるっていう、やっぱり神様、忠実なお方だっていうのがあるから、三人目を授かったら、必ずト,トリプルワークで、神様何か何とかしてくださるだろうと思ってる。うん、思ってるんだけど、あのー、お金の問題じゃないです。あの、じゃあ、じゃあ、 じゃあ仮に陣内と、ええー、その、年間、ええー、200万、いや、だいたいいくら必要なんだと。そうっす、200万っすかね、と。僕が言ったとする。じゃあ200万も年間あと20年200万上げ続けるから、ええー、3人目産んでって言われたときに、それだけじゃねえなっていうのが東京にはある。で、それは、やっぱり、東京という街が、まあ、その、まずそのパーソナルスペースが狭いわけ。 そして電車の乗り換えだ、公共交通機関だ、車の多さ、ね、人の多さとかってことを考えるときに、5人の家族で東京を移動して、何か目的を果たして帰ってくるということの消耗とかって、えげつないものがあるのよ。東京って、1人暮らしが一番快適な街、あるいは2人、夫婦2人のカップルとか、 いわゆるその一人もしくは二人が一番行動しやすいようにデザインされるんですよ。そしたらその駅もそう、デパートもそう、街のデザインがそう。東京ってそもそも5人家族が団体で動くようには作られてないの。だなんか先月、先週のオードリーのオールナイトニッポンで若ちゃんが引っ越しを考えてるって言ってて。やっぱ、まあ、若ちゃん多分だけど、あの、代々木公園に えっと、時々散歩してるって言ってたから、まあその辺に住んでるわけだよね。だってまさか、ね、<laughs> だって三鷹市から代々木公園に散歩には行かないでしょう。だから代々木公園っていうのはまあ渋,谷渋谷区にあるんですけど、まあそう,そういう県,県内に住んでるわけですよ。ね。で、えっ、ー、とー、あの辺ってまあ都会です。で、えっ、ー、と、若ちゃんはその子供さんと一緒にその食べるってなると、 こじゃれたカフェとかだともうなんかすごい白い目で見られたりとかするから、どうしてもフードコート行かなきゃいけないってなった時に、都心にフードコートがないから、わざわざお台場まで車で家族で行って、そして帰ってきたりとかしてて、あ、これはもうさすがにここで子育て無理だなと思って、子供一人ですよ、ちなみに。一人ですらその、で、今引っ越しを考えてるっていう話をしてたの、赤ちゃんが。つまり東京の少子化って、なんていうの、ただ、 お金さえ解解決決すすれば解決する問題ではなくてその高度もあまりにもその、うん、と人口超密なスーパー巨大都市になるとそもそも子どもというものとはそぐわないっていう問題があってだからそのすごいそういう連立方程式の中でおそらく我々は生きているのでなぜ何ですかね 金の問題だけで子供を産めないかというと、それだけじゃないっていうことを知らないと、なんていうのか、ちょっと誤解が生まれるのかなというか。というのが、えー、っと、あのー、東京のねこ、公園って、もう、若ちゃんも公園のこと言ってたけど、今もう、なんか門、もゲートがあったりするんですよね。時々。まあ全部じゃないですよ。で、で、えー、っと、まず、ボール遊び禁止でしょ で、なんか鬼ごっこ禁止とかもあるらしいんですよね。で、なんかね、そうもうとにかくもうドッジボール禁止、縄跳びも禁止とか。で、じゃあ公園で何すればいいんですかみたいな感じになって、結果は小学生が子供、ね、公園で、あの、ニンテンドースイッチをやってるんですよね。 でなんかその光景を見た時にさあ3人目も4人目も産むぞっていう気分にあんまりならない感じって皆さんも分かっていただけると思うんですけどっていうこともあってなかなかこの東京少子化問題というのはそのまた地方にはない感じのきつさがあってむしろお金の制約でえっと 少少子子化化ししててるるるるのののががが地方なな気気すす環境の制約で少子化してるのは東京な気がするっていうのが、東京に住む者としての生活実感かなっていう感じなのかなーあうん。そうなのよ。そうなのよ。はい。で、もう一個の、ラスト一個の視点が、に今日二個やるって言ったけど、ごめん、30分いったからごめんなさい。えっ、ー、と、来週に回します。別に緊急性のあるニュースでもないので、次のニュースが。えっ、ー、と、 あのねもう一個があれよこれはまあ打足っちゃ打足なんだけど重要なことだよでもあのよくさよくっていうかあの同性婚豪華の話とかトランスジェンダーの話のニュースに必ずそのヤフコメのクソコメみたいなのが来るんですよそれはこういうことを許してるから少子化が進むんだろうみたいなのがあるけどもうこれ完全に事実誤認だしあの勉強不足なので。 あのなんでこんな発言が当たり前にまかり通ってるのかが僕は全く分からずというのはその同性婚を認めても同性愛者は増えませんし、ね、トランスジェンダーの人がトランスジェンダーらしく生きても子供は減りませんよ。これだけは本当に抑えてくださいまず生物学的な認識を。これは本当にいつも腹が立つんでこれだけは言っときたかった。 はいでむしろゲイカップルとかレズビアンカップルとかトランスジェンダーのね多様なそのカップルのあり方が増えた方がそういう方々が養子っていう形でファミリーを作っていったりするのでむしろ僕はなんかその少子化にとってはプラスなんじゃないかなとすら思っているっていうところがあってこれも言っておきたかったかなはいそんなことですてなわけでだから僕そのじゃあ具体例で言うと僕そのあの 知り合いの知り合いの方でトランス男性で今性転換手術もされて、えー、戸籍も変更された方が、えー、女性の方と正式に結婚をしててトランス男性と女性という組み合わせ、ね、ででえー、っと確かこの方々はえー、っと精子バンクで子供を設けて今家庭を築いているだからこういった例もあるわけだから のの LGBTQ の権利を認めたら少子化とかっていうのがもうそもそも自分が何を言ってるかすら理解していない人によるちんぷんかんぷんな発言だっていうのは僕は事あるごとに言っていこうと思います。ということで「勇敢陣内」んん6月7日号でございました、えー、ファンタジーランドの方も面白いのでよろしければ、えーね、ご購入して聴いていただけると嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。